さて、私がアナリストの入り口に立ったのは大学4年生の時でした。きっかけはこれ。ビデオ撮影係募集中。私がバドミントンを始めたのは小学4年生の頃です。小学校、中学校、高校と上を目指して全国大会に出場するぐらいのレベルではありました。でもその後、何を血迷ったか、もっと上を目指したい、日本一になりたいと思い、センター試験を受け筑波大学に進学しました。ではもちろんそううまくはいきません。途中でその目標を団体戦で日本一、そう変えました。日本一を目指す選手が集まってきている大学の中ではチームの中でも勝てません。もがいた4年間でした。夢破れて教員になって実家に帰ろう、そう決意した時、チームの監督が声をかけてくれました。それがこれです。ビデオ係募集中。もう少し丁寧に言いますと、日本代表チームがビデオを撮影してくれるスタッフを募集しているとのことでした。私は即決でやりたいですと答えました。思い返せば、チームの中で勝てず団体戦も出れなかった私は、大会となればビデオ撮影をしたりチームのマネージメントをしたりして過ごしていました。そんな姿を見て監督が日本代表のスタッフに推薦してくれたのです。その経験がなければ今の私はなかったかもしれません。人生って本当に不思議なものだなとその時感じました。そして今の私の肩書きはバドミントン日本代表アナリスト。代表のアナリストというとすごくかっこよく聞こえるんですが、今でもやっぱり私の仕事の大きな比重を占めるのはビデオ撮影です。日本代表チームは海外遠征がとても多いです。なぜかというと、海外遠征に行って海外の大会でポイントを得て世界ランキングを上げる必要があります。そしてその世界ランキングがオリンピックや世界選手権の出場権に直結するのです。なので私もチームに帯同して毎月海外に行っています。そこで私は何試合ぐらい1年間で撮影しているんだろう、計算してみます。一人で撮影しているわけではありませんが、1大会で撮影する試合は90から100試合。今年は今までで16大会帯同したので、仮に95試合と設定すると、95×16、1520。すみません、算数の参観日になってきました。まあ、ざっと見積もっても1年間で1500試合以上撮影している計算になります。多分日本で私の同僚と同僚と今戦っていると思うんですけど、1位2位を争うバドミントンの試合を見ている人かもしれません。世界のトップクラスもそれなら目指せるかもしれません。